新品が一番良くて、あとはどん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 古びて悪くなっていくっていうものではなくて、使っていく中で傷が傷じゃない傷になったり、こう汚れが汚れじゃないこう表情になったりだとか、使っていく人と一緒にこう人生を歩んでいくような生活の道具。吉野郁夫です。千葉県の長生郡の長生村というところで木工の仕事をしています。木工の仕事というといろいろあるんですけど、いわゆる刺し物って言われる技術の仕事が多くて、主にまあ家具とか、あとは木の小物、額縁みたいなものも作ります。大学時代は木を専攻してまして、木にまつわる、まあ、いろんなものを作ってきたんですけど、卒業してから研究室のスタッフになりまして、6年間続いて、で、まあ、仕事をしつつ、まあ、木工もやりつつ半分半分だったんですけど、その後アメリカに渡って、カレッジ・オブ・ザ・レッド・ウッズの中にあるジェームズ・クレノフさんという方が主催する木工プログラムに参加して、日本にいる時はこうあんまりこう夢が持てなかったりしたんですけれども、まあ、表現の可能性とか、それから新しいその木工っていう世界に改めてこう触れて、それでこれでやっていこうっていうふうには思いました。2006年の終わりから2007年に千葉に帰ってきて、まあ、自分で仕事を始めたっていう形です。2008年その翌年に野外のこうクラフトフェアに出したんですけれども、まあ、半年間準備してね、いろんなことやりながら、その展示のための、まあ、作品作りとかやってて、でいざまあ2日間の野外展示で、自分が思ってたよりももう全くほぼゼロに近い結果で、それがやっぱり自分にとってすごい大きな経験だったんですよね。社会の厳しさというかは感じました。でもやめようとは思わずに、どんな形でもいいからやろうとは思いましたね。このままではやっていけないということで、隣の茂原市っていうところでアルバイトを始めました。約4年間ぐらいやってました。おかげさまで木工の仕事はいただいてて、ただアルバイトを辞めようっていう勇気はなくて、でもこのままじゃいけないっていう気持ちがありて、まあ、木工は木工で頑張ってやってたっていう精神状態だったかな。木の素材の魅力があって、もう手触りとか、それからまあ扱ってる時のその対話するようなこう感じだとか、単純にこう木目が面白いだとか、形になった時の喜びがあるとか、そういうことですね。まあ、やっぱり一番はこう、まあ、綺麗に作るっていうことだと思うんですけど、でもやっぱりそれは物としてちゃんとこう長く使える道具として使えるものにならなきゃいけないし、そうさせなきゃいけない、綺麗に作らなきゃいけないっていうことは常にあります、ね。まあ、基本的に無垢の仕事ですから、使ってた時にあんまりこうみすぼらしくなっていかないで、ずっと使えば使うほど自分のこの人生と同じようにこう使い込まれていくというか、一緒にこう歩いていけるっていうか、それで古くなったから汚れたから捨てるっていうものでもないですし、なんかよくこう新品が一番よくて、あとはどん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 古びて悪くなっていくっていうものではなくて、もちろん作ったばっかりのものは新しいんですけれども、こう使っていく中でこう傷が傷じゃない傷になったり、こう汚れが汚れじゃないこう表情になったりだとか、使っていくうちにこう愛着が湧いて、
ますますそのものがこう好きになっていったり、使うことのこう喜びとか、まあ、楽しさとか感じられるようなものがいいなと思ってます。